新型コロナに感染しまして、1週間の療養生活を終えた時に、妻が感染しておりまして、さらに1週間、待機しておりました。2週間ほど、自宅療養と待機を続けており、こんなに長く休んだのは転職する前以来ですね。おかげで家のことをゆっくりやったり、普段溜まっていた家事なんかを全部終わらせることができました。家の仕事の PC の入れ替えの作業なども全部終わりまして、私としては良かったんですけども、妻がパートに行けなくなったこと、あとは少しだるくなったこと、そしてあと一番は子供たちが学校に行けなかったこと、授業が遅れたこと、学校でのその交流とかそういう行事に全く参加できなかったことが一番悔しいです。でもそこにで、嫌な気分にはならず、とにかく家で何をしようか、子供に勉強をね、教えたりとか、一緒にできる限り散歩に行ったりとか、家族らだけで過ごしている時間を少しでも有意義なものにしようとして、今までに経験のない2週間を過ごしてきました。明日からまた普通の生活に戻ります。このことが将来どうなるか、どう響いていくかは分かりませんけども、私なりに一番いいと思った方法で生活をしてきました。少し後遺症らしきものもありますけれども、おそらくうまくやっていけると思いますので、また頑張っていこうと思います。それでは。